では2つ目のキーワードです。障害学習に魅力を感じる、はい、ということで、野宮さんは今年の10月に科学館にいらしたんですって。ということはその前はどちらにいらしたんですか。はい、以前は宮の沢にある障害学習センターの図書コーナーで勤務していました、全然また違うジャンルになりましたね、はい、札幌市内端から端みたいな。そうですね、東西線の最終から最終まで。本当そうですね、はい、そちらではこうどんなお仕事をされてたんですか。はい、図書コーナーだったので図書の貸し出し業務ですとか、はい、あとは視聴覚センターというのも兼任でやっていまして、小中学校の授業で使うビデオの貸し出しなども行っていました、なるほど。そこでですね、本当にこう障害学習の魅力を感じたとおっしゃってるんですけれども、何かこう思い出に残るエピソードとかありますか。はい、よく図書コーナーを利用される方はお年寄りの方が多いんですが、はい、その中でも常連のお客様の中で、おじいちゃんがいたんですが、そのおじいちゃんが医学関係の本を借りていくことがよくありまして、そこで俺は年だけど医者になるんだというふうに言っているところがとても印象的に残っています。勉強したいと思った時がね、本当に勉強し時って言いますけれども、頭下がりますね、そういうのもね。本当に素晴らしいなと思います。そういうふうになると本当にそのおじいちゃんお医者さんになるんじゃないかという気がしますよね。そうですね。私も大きくなったら何になろうかな。十分大きいですけれどもでもそれぐらいの思いですよね、はい、今から何かになりたいと思ったら、大学の先生になろうと思えば頑張ればなれるかもしれませんね。そういうこう素敵な、まあ、工学心のね、強いこうご年配の方にもお会いしたり刺激になりますね、で実際そういったところで障害学習に魅力を感じていらしたんですけれども、また青少年科学館にいらっしゃると全然また対象が変わりましたね、どうですか。そうですね、今まであまり子どもと接する機会がなかったので、まだ慣れないことが多いんですが、いろんな普段の姿、展示室で遊んでいる姿とか、あとは教室でいろんな実験をしているところを見ていると、とっても楽しく、過ごしているなっていうのが感じます。個人的に科学にやっぱりこう長けてないと、こういうところのお勤め大変ですか。そうですね、最初は難しいとは思うんですけど、それもやっぱり少しずつ勉強していけば大丈夫だと思います、お勤めされてる方みんな科学が好きな人、強い人ばっかりでもないですか。普通の人もいます。文系なんだけどっていう人は多いんですけれども、それでもだんだん科学館にいれば科学に染まっていくんだと思います、なるほど。展示のコーナー担当だったら手先が器用な方がいいとか、なんか。そうですね、あとはちょっと力仕事があったりするので、少し力もあったらいいなと思います。なるほど。でもね、子どもたちに接する仕事って楽しいですよね、はい、疲れちゃったりもする。子ども元気でしょ。そうですね、そのパワーどこから来るのかなということもあるんですけど、とっても笑顔が可愛いです、なるほど。ということで、この10月からこちら科学館ですけれどもね、ということで初めての冬ですね。はい、冬の特別展ぜひ遊びにいらしてください。遊びに来てください、はい、では3つ目のキーワードに行きましょう。じゃん。